雨宮さん、20代男性で頭部に損傷あり。殺された可能性があるな。現場へ向かうぞ。はい。笑い返す日が来るさ。え？で、今日の君へのゴミは？おい、絶対不可能な犯罪だって話なんだけど、貯金箱のお金が減ったっていう通報だよ。小銭泥棒なんてお前興味なさそうだし。行くぞトト。疑問しかない。はーい。おろ、あ、どうぞ。おや、これが噂の貯金箱だね。それはスーツケースです。ちなみに人気色はピンクだが、これはイエローだね。おとといはお二人とも留守にされていたとか。おや、トト、なぜ泥棒はジュエリーも盗まなかったのだろう。変といえば無言電話が最近多くて。ただいま。お姉ちゃんだ。小銭を入れようと思って持ち上げたら軽くなってたんです。新しい情報なしか、困ったぞ。私は気のせいかなと思うんですけど。もういいんじゃないか、気のせいで。この豚、鉄の置物かってくらい重かったんですから。ナイスだ妹。だとすれば貯金箱を割ろう。おっと、触らないで。トトはその小銭を鑑識に回して指紋を取ってくれ。いた。え、小銭から妹さんの指紋が出なかった？あれって、死体はそこかい？この殺人事件、一色トトマルが解決したりして。お集まりいただき感謝します。まず貯金箱の謎を解きたいと思います。貯金箱の小銭からはお姉さんの指紋だけで、妹さんの指紋は検出されませんでした。妹が貯金したお金だけが盗まれたってことかしら。小銭が減ったのは盗まれたからではないんです。新しい貯金箱を買ってきて別の小銭を詰め直したから。お姉さん、貯金箱が壊れたことを絶対に隠さなければいけなかった理由は殺しです。お姉さんはストーカーにリビングまで押し入られたが殴り殺してしまった。彼女は事件を隠すために新しい貯金箱を買って玄関のスーツケースで運びました。実家に一泊するには大きすぎます。嘘でしょ。お姉ちゃん、私がやりました。死体を隠せば立派な犯罪よ。沈め。まずい、犯人追い詰めて殺すよ。人を殺めて隠すやつにこの世を生きる資格はない。沈め、川に。はい。沈め、沈め。